はい、おはこんばんにちは。ゲーム実況をしております本村と申します。今日もよろしくお願いいたします。では今日もミラーズ5戦やっていきたいと思います。ただちょっと先に1点だけ、皆さんにちょっとお話したいことがありましてですね、別にそんな長い話じゃないんですけれども、ですね、実は今日とっても嬉しいことがありましてですね、なんとチャンネル登録をしてくれた人が、いつだ、昨日か今日かちょっと忘れてしまったんですけど、一人してくれた方がいるみたいで、ちょっとどなたかはわからないんですけれども、非表示になっていたので、ちょっとまあ5人今チャンネル登録してくれてる人がいて、そのうちの2人は見えてるんですけど、他のお三方はちょっと非表示にしてるみたいでちょっと見えないんですけれども、まあ、とにかく1人増えたということで今かなりテンション上がってるんですけどというわけで、まあこのテンションのまま見らずに行ってヘマしないようにまあやっていこうと思います。さて1戦目はどなたにしましょうかね。5万5千、単体5万5千ですね。ただ貴族性でいけばそれほど脅威にはならないかもしれないですね。このなんて言うんですかね、ミララン配信っていうんですかね、ミララに向けての配信で S ランの人と戦ったのってありましたっけあんまりなかったような気がするんですけどね。まあ当然 S ランなんで、まあ強い人たちいっぱいいるんで、まあ避けてきたっていうのはありますけど、そうですね、 S ランの人に行ってみますか。まあ単体5万5千ともあって、そうですね、成り上がりが3人、木の葉以外は成り上がりのはずなんで、まあ全員貫突してると思っといていいでしょうね。ただそうですね、いやでもあんまり企画がブレるのも良くないか。これが24万だとして、単体が48000かな、48000かな。まあ戦力値だけで言えばこっちの方がいいんでしょうね。おそらく光属性でいけば、まあ窓かは多分無視していいと思うんで、強行7か連あたりが落とせれば問題ないと思うんですけどね。どうしましょうね。皆さん的にはどうでしょうねコンセプト通り行くなら、でもやっぱこっちの方がいいかなと思うんですけどね。ただただミラーズ5000やるだけならちょっとこっちに行きたいところはあるんですけど、やめましょう。コンセプトはあくまであれですからね。なんだ、そう、理論値取るっていう話ですからね。光属性でこのまま行きますか。まあ見てる人から知ったらひよってるだけじゃねって話だと思うんですけどそうなんですよね。ただミラランって結局やった人ならわかると思うんですけど、日和なんですよねわざわざ強いところに行く必要はないんですよね、別に。じゃあ光属性で行ってみたいと思います。ではまずは連から見てきますかね。26200なんで、2凸かな、
おそらくは一突。そうだな、補正値なしで21000、補正値ありで23000で、だいたい星はメモリアマックスで装備してるならだいたい31000が捨てになるはずなんで、23000 B ランの3でしたよね。補正値なし21000のプラ二凸かな、一凸、いや二凸かな、いや違うか、9000、二凸、貫凸、二凸で29000、一凸で27000だから一凸か、やっぱり。あ、そうですね、一凸ですね、ごめんなさい、計算間違ってましたね、今一凸ですね、一凸でプラ4000として考えて、23000プラス4000で27000なんで、まあそうですね、一凸ですね、ごめんなさい、初回からちょっと頭回ってないですね。マミさんは27000なんで、おそらく二凸かな、2凸3500ぐらい、まあ3万ぐらいなんで、だいたい2凸ですかね。まどかが31000、え、こんなもんだっけ、2凸かなこれ、34000が貫凸なんで2凸ですかね。まどか京子は28000、うん、これも2凸かな、そうですね、32000が、いや一凸か、これ一凸っぽいですね。補正値ありで24160なんで、いや、あ、でも28460で、2200のやつを2つつけてたら4400、うん、数値的には可能性はありますよね、一凸で。ただこの人の今までの他の3人の捨て見る限りは装備が強化されてない気がするんで、二凸にしときましょう、強化も二凸で強化されてないか、デフォが22580なんで、二凸で28580なんで、そうですね、うん、うん、とりあえず二凸にしときましょう。7かが31000、確か7が34000ですよね、貫凸してれば。そうですね、じゃあ2凸ですね、これも。ってことはレンもう一回ちょっと見ますか。え、これ2凸じゃないよね、1凸で合ってるよね、うん、レンは1凸ですね、レン以外は2凸、レンだけ1凸ってな感じですね。メモリアの方なんですけれども、次は今日はですね、一応星3とか星2の方もそれなりに見てきたので、まあ何かあったら参考になるかなと思います。レンが剣と C なんで、キューベイナイトですかね、これ剣と C なら、まああとは別体の可能性ありますね。 C 単体だけだと、チャージ後ダメージアップと確率クリティカルの、スタライトパワーですね、マドカ先輩の絵が描いてるやつですね、あれぐらいですかね。マミさんは剣マークだけなんでわからないと。でマドカが縦マークなんで、まあいつも通り心の絵のやつか、エミリーが描いてる足か、ミトの確率カバーと防御アップか、どれかってなところですね。京子も剣幕だけなんでわからない、七かもわからないってなところですね。うん、情報が少ないですね。なのでまあ怖いのは蓮なんで、蓮を落とします。まずは蓮逃げ気で多分
倒せるよね。アルマドのピューラ13000入るはずなんで、あ、でも座れる可能性があるんですね、窓かに。じゃあおとなしくこうしときましょう。あーやっぱ吸ってきましたね。ってことは挑発かついてるの、今のは挑発カウンターですね。挑発カウンターですね。すごいな、カウンターも発動するのか。これでマドカが倒れていく。すごいな、3回中3回とも吸ってきて、そして4体いるのに今日このピエラ出ました。意味はわからないディスク最低ですね、これ。これは最低ですね。今のはないよ。まあ、京子ピュエラ来たんで、京子は倒さないとダメですね、これ。最低。それは最低すぎる。これでもう理論値取れないのがほぼ確定しましたね。っていうか、理論値は取れないですね。気を取りなし、吸うやつがいなくなったんで、後ろ2人を倒しましょう。京子も倒さなきゃいけないし、レンも倒さなきゃいけないんで。ワンパン。ここもワンパンにはいかないけど、いいダメージですね。さすがタルト先生ですね。ダメージアップ。ってことは両方ともマイバイブルらへんですかね。HP 回復しなかったんで、攻撃相手が食らった後に。多分マイバイブル、まあほぼほぼ9割方確定ですね、これは。間違いなく。あとダメージアップ。そうですね。ダメかも入ってないんで、星さんのメモリアもないはずなんで、ダメージアップのみの星さんはあるとは思うんですけど、まあそれをつけてることはないと思うんで、まあマイバイブルでしょうね。まあ 99% ぐらいこれは言い切れますね。もうまた帰ってくるの忘れましたね。ここはもう回避がないのが確定したんで、まあここで落として終わりですね。ただ余裕ぶっこぐのはわけにはいかないんで、ここはしっかり倒します。これで3ターン1コネですね。まあここまではそうですね、理論値しっかり取れなかったですけど、まあしょうがないですね。あそこのディスク運は。みんな怪我はない。まあ窓かが吸った時点でもうこっちにはどうしようもできないですからね。はい、次2戦目です。2戦目終わったら今日も、1回動画切りますね、1部目は。S2S1 とで、ランクがだいたいみんな100近いし、オーバーしてると。戦いづらいの来ましたね、ついに。今まではなんだかんだ逃げ道あったんですけど。逃げ道なくなっちゃいましたね。まあ、戦うとしたら、やっぱこれですかね。この人ですかね。最近はメガネホムホムにやっぱり挑発カバー系つけてる人いますからね。この位置でもおかしくないですね。単体がいくつだ ?5 万と。5万5千ぐらいか。単体5万5千じゃ、そんなんでもないですかね。さっきの S1 も5万5千でしたけど。まあ全員貫突だとして、引っ
借りで行くのはな、ただ会費がついてる場合があるんですよね、この捨てだと。どうだろう。でも丸窓以外は捨て下げてるかな、これ。会費はないかな、さすがにここまでの捨てだと。会費さえなければ光パーティーでもいいんですけど、ただここに7か1体のために貴族生で行くかっていう話なんですよね。闇さえ落とせればもう回収は怖くないんで、光で行きましょう。ここは強気で行きましょう、光で。貴族生も僕持ってるのそんな防御力高くないんで、多分動画見てくれてる人だと分かると思うんですけど、1万1000超えてないんですよね、多分誰も。まあ中央に置いてるがゆえにホーリーマミさんだけ1万1000超えてると思うんですけど、そうなんですよね、みやこ先輩と楓が超えてないんで。じゃあ控えていきます。そうなんですよね、耐えられないんですよね、貴族生はなかなか。おー、ここで心のピュエラーというのは置いといて、アルマドさんが37,000、これ2凸かな、39,000ぐらいですよね、確かアルマドですね、1凸じゃない、2凸ですね。ひなのが31,000、これも2凸か、3万4,000ぐらいじゃなかったっけ、ひなのって35,000、35,000、1凸まさかの。一凸か、補正値なしで25,000、補正値ありで27,000なんで、補正値ありの場合は二凸、補正値なしの場合は、補正値なしの場合は二凸、プラ6,000なんで。で、補正値ありの場合はプラ4,000なんで、一凸ですね。ひなの、そうですね。でも怖いとしたら二凸として考えておいてもいいかもしれないですね。あくまで補正値は、アイテム足らなくてできなかったと考えておくのがいいですかね。で、ホムラが36,000。あれ、ホムラ39,000ぐらいいかなかったっけ、これ。ああ、いきますね。39,500までいきますね。ってことは二凸として考えておきましょう、これも。もしかすると、素で29,000なんで、貫突させといて、補正値なしの場合が29,000、補正値ありで31,600なんで、補正値なし29,000プラス貫突8,000で27,000ぐらいがあれなので、まあ、貫突してて補正値が、まあ、アイテムなくてできなかったっていう、これも可能性がありますね。まあ3突にしろ2突にしろ貫突にしろ、まあ3ターン目に行かなければ防御力が高いってところを気にすればいいだけなんで、まあ二凸にしときましょう、ホムホム。はい、二凸。七かが33,540、これ貫突ですかね。貫突ですね。エリシアが30,000、これも貫突かな。貫突ですね。っていうわけで、まあ最悪のことは抜きにして、フェリシアと7かが貫突、他3人が2凸ってなところですね。で、メモリアなんですけれども、まだとごめんなさい、あるものが剣マークのみわからない、ひなのも剣マークわからない、で、ホムホムが何もついてないんで、やっぱりこれが挑発カウンタープラス回避の可能性がありますね。厄介ですね。ただ、ダメージ出せるのが、確率クリティカル系は1、2枚ぐらいあって、ダメージアップが、まあ、マイバイブル系があると。まあ、そこを一色単にしてない限りは火力が出ないはずなんで、ほぼほぼ。逆属性といっても、だから若干無視してもいいかもしれないですね。
ってなわけで、ナナカがあとブラストと剣マークなんで、いつも通りですね。ツルノのブラストアップと剣マークが何かわからないと。で、フェリシアが C プラス剣なんで、キューベナイトがついてると。まあ、妥当でしょうね。で、フェリシア落とします。きっちり。ホムホムは無視します。ここは。ああ、やっぱ挑発ついても、おお、ワンパン。さすが心先生、強いですね。まあ、やっぱ挑発ついてましたね。ホムホムには。おお、14000。ピュエラなしで14000ですか。ダメージアップ。ヒナノにはダメージアップついてますけど、アルマズ相当火力出てますね。ただ、アルマでダメージアップついてなかったですよね。ヒナノがダメージアップでしたよね。あれですよね。合ってますよね。ってことは、アルマドはダメージアップ以外がついてるんですね。何がついてるんでしょうね。まあ、妥当に考えるなら、狭間と友達ですかね。はい。てなわけで、ここは、おとなしくナナカを狙いましょう。ナナカ狙って、アルマド2回叩きます。ヒナノはさっきピューラなしで7000から8000だったんで、アルマドがピューラなしで1万4000になって倍ぐらい食らってるんで、もう、アルマドは倒さないと、もうダメなんで、これ。最悪考え方によっては、心のコネクトを、どうせ、タルトにするなら、ナナカは、開始で5000なら倒せると思うんで、アルマドを狙うっていうのはありですよね。アルマドとヒナの、アルマド2発。あまり危険なことはしない方がいいですかね、やっぱり。ただ、アルマドが残る可能性があるんですよね。タルトで7か、一発目倒して、アルマド2発なんですけど、さすがに3万7000なんで、どうだろうな。あ、でもそうか。カウンターで倒せるか。そうですね。やっぱり、下手な綱割りたいとやめましょう。ここはおとなしく、こうしましょう。さあ、どうなりますかね。1万6000。これで2万ぐらい出る？出るね。ってことは、ヒナノでまず、アルマドをワンパンしてくれれば、1ターン目で。行く？ん？ん？なんだ今の？え？なんか今、ん？え？今変な感じになりましたよね。ちょっとよくわかん、ん？何今の？なんか、あれ？今、アルマド攻撃しましたよね。なのになんか、タルトの方に今攻撃行きませんでした ?1 打目。僕の目が腐ってるんですかね。ちょっとごめんなさい。後で動画見返します。けれども、まあ、やっぱり、心のコネクトで倒せましたね。2ターン1コネ、開始のカウンターで終了、みたいな感じですかね。では、ここで一旦動画切りますね。そうですね。30分は経ってないんですけど、3戦目取るような時間ではないんで、1分目はこれで、シャープ7ですかね。今回のは。ここで終了したいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。